一福通り東ポッポ。見てくれてる、ありがとう。一福通り東、あ、今から行くとこやん。こうか。インドにいいですね。いいよ。うわー、これ絡まれそう、やっぱり。しばらく寝とけっての。よしよし。他のポでバイト。あれ？いらっしゃいませ。ありがとうございました。あれ？ここやんな。バイトしてないぞ。東って言ったか、七福通り東って言ったか。こっち？こっちや。全然ちゃうかった。そう。いいちょちょちょ、ありがとう。ほんまにゲーム好きなんやね。見てる、楽しいよ、見てる方。ありがとう、ゲーム大好き。こっちか。今の店西やったわ、東やった。またか。なんか強そうなやつおるし、ほんで。やばいやばいやばい。こいつ強いぞ。とアイテム使わんとやばい。やばい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 。アイテム使わないと。よっしゃ。あ、どんどんサラマゲット。結構強かった。うちか。え、警察おるやん。入れませんよ。松金事務所前だ。だいぶ混乱している。これだけもらおう。入れませんよ。これだけちょうだいよ。ほら、下がって下がって。これだけちょうだいよ。ダメなの？入れませんよ。八神さん、京浜同盟の幹部が部下を引き連れて街で暴行を働いてます。警察も手を焼いてます。このままだと怪我人いっぱいです。八神さん、助けてくれますか？
時に、入れませんよ。え、違う違う、このポッポポッポ、私ポッポに行きたいの。福間にいるとここに森宮さんがいるらしい。あ、この人か。強かった。ヒヤヒヤしたね。あさみさんでしょうか。はい、そうですけど、あなたは矢上探偵をやってます。田中さんからの依頼であなたを探していました。嘘。え、田中部長から？連絡が取れないと心配されていましたよ。そういえば電話番号もメアドも変えて連絡していませんでした。電話番号もメアドも変えた？ええ、ストーカーに知られちゃいましたから、つい最近新しい連絡先に変えたんです。なるほど。新しい連絡先は誰かに教えましたか？いえ、家族と親友くらいです。あのストーカーすごい執念だから、かつに人に言えなくて、どこから漏れるか分かりませんからね。みんな連絡取れなくて心配してるだろうな。あの田中部長怒ってませんでした？私突然会社を辞めちゃったから。いえ、あなたの味方をしてあげられなかったこと後悔しているようでしたよ。そうですか、後悔ですか。田中さんにあなたのこと報告して構いませんか？はい、私からも謝りたいですし。わかりました、ご協力ありがとうございます。あ、でも田中部長以外に教えないでくださいね。ストーカーに伝わったら大変ですから。はい、ええ、もちろんこの情報は慎重に扱います。さて、とりあえず田中さん連絡を取ってみるか。んー、もしもし、田中さんですか。あ、矢上さん、何か分かりましたか。はい、森宮さん見つかりましたよ。本当ですか、よかった。あの後何度も電話してるんですが、ずっと留守電だし、もう気が気がじゃなくって。ずっと留守電だったんですか。はい、無事なら出てほしいでしょう。全く心配される気持ちは分かります。で、彼女はどこにいるんですか。田中さん今どこですか。詳しくは会ってご報告します。あ、わかりました、私は M サイドカフェにいます。わかりました、ではまた後で。これで田中さんに森宮さんの居場所を報告すれば依頼完了か。だが何かが引っかかる。なんやろ。で、なんかここにもあるね。危険度が高い。あ、鍵。なんかここにあるね。やばい、分かってこい。やばい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 。
早く寝とけって。なんかもらった。いや。わあやってるねん。けどあんた飲みたそうな顔してるね。そうあそこで一杯ポッキー2000円っすよ。なんだキャッチか。ちょっと待ってくれ。実は俺本当に困ってんだよ。いや坊やビジュアル田中さんがストーカーどうやろう。ドタキャンしちゃって困ってんだ。だから待ってくれよ。話ぐらい聞いてくれてもいいだろう。そこの店俺が嫁と一緒にやってんだけど雰囲気いいし飯もうまいんだ。だが最近客が減っててピンチでよ。だから俺たちを助けると思ってお願い。やれやれしつこいな。本当にポッキリ2000円なんだろうな。ほんとほんと出血大サービス絶対損はさせないから。ついていく。わかったよ。どうなんやろ。やばそうな店なんかな。お客さんなんて珍しいわね。おマキちょいとそこで引っ掛けてきたんだ。あんたがあまさかあんたまたキャッチしたの。条例違反なんて言ったでしょ。うるせえよ。俺の店なんだから何しようと俺の勝手だろうが。そういうこと言うなら私は店の手伝いなんてしないからね。なんだと。なんだと。ホスト返したお詫びに出番店番するって言ったのお前だろうが。もうホスト行くのやめたしもう十分働いて返したでしょ。おいおい喧嘩始めたぞ。たくばかばかしい。俺はどっかへ飲んでくるぜ。あらお客さんごめんなさいね。ごめんね。気悪くしたなら帰ってもらって構わないですから。いやせっかくなんでお世話になりますよ、ね、優しい。お兄さん何にする。おばさんのおすすめは。ちょうど今日は上毛のウイスキーが入ってるの。人気があってすぐなくなっちゃうんだけどね。安いのに美味しいし大好評なんです。大評判なんですよ。お、じゃあそれください。はい、はい、ちょっと待っててね。ごちそうさんです。おばさんいいお酒だったわよ。でしょ。よかったらまた来てね。悪いんだけどキャッシュでお願いね。うちはカード使えないの、はい、ええ大丈夫です。2000円ですよね。やば10万やって。ポッキリがぼったくりや。10万 あのお会計間違えてません。そうごめんなさいね。ドジしちゃったかな。嫌だなお客さん。間違ってないじゃないですか。ごめんね。10万円キャッシュでお願いしますね。やられた。こりゃぼったくりだえ。あれお客さんまさか払えないの。いやいやウイスキー一杯で10万はどう考えてもおかしいだろ。リーズナブルだって言ってただろうが。人件費って知ってる。ウイスキーはリーズナブルでも私の手間賃が高くつくの。それにさっきのキャッチはポッキリ2000円ってそう言ってたぞ。うるさいわね。そんなの旦那が勝手に言ってるだけでしょ。私はやめろって言ってたんだから。全く勝手なことされて困っちゃうわ。ちらじらしいな。さっきの喧嘩も俺を油断させるための演技なんだろ。何言ってるのかわからないわね。さあ払ってちょうだい。こんなこと警察が黙ってないぞ。金銭トラブルは民事不介入だから通報したところで無駄だろ。無駄よ。これ騙されたん。絵に描いたようなぼったくりでバロた。やばすぎ。10万円払いたくない。それも承知の上ってことか。クソやられた。これから用事があって店じまいなの。早く支払い済ませてちょうだい。素直に払うと思うか。払ったあかんで。え払わないなら自分を刺すわ。あんたのせいよ。怖っ。はあ。この状況で私が刺されてたらあんたがやったと思われるでしょうね。なんだと。悲鳴を上げてその後に自分を刺すわ。どうしたらいいんこれ。究極狭まれてんねんけど。
払わないでいい？ちょっと面白くなりそう。このおばさん多分自分のこと刺されへんと思う。払わなくていいよね。払わない。払わないよね。行きます。払わない。誰が払うか。もうダメ。分かった。じゃあ刺すわ。もうダメねって。じゃあちょっと待った。くそどうする。あ払わないもう無理や。もうダメね。払わない無理や。払うしかない。その10万でホスト行くやろ。払わない選べない。払うしか選べない。嘘やろ。10万ピタ1万負けないからここは払っておくしかないのか。何か切り抜ける 手立てはないか。手立て。おおびっくりした。結構かわいい。これはなんかないかな。調べる。そこに客からぼったくった金が入ってるわけか。俺の金も入ると尺だぜ。ああ違うか。なんだ。サービス料4万にチャージ代5万だって。何よ。あ他はぽっかり2000円。他はぽっきり2000円でしょ。何か文句あるの。ない方がおかしいだろ。文句があるなら来るんじゃないよ。いやいやキャッチに釣られて来られたんだろうが。うん、あんたみたいのをねモンスタークレーマーっていうのよ。クソモンスター店員め。なんかないかな。なんかないかな。なんかない。結構な量の吸い殻だな。このおばさんが吸ったのか、それとも客かキャッチをしてた旦那か。いずれにしてもこの状況を打開できるものじゃないな。灰皿ちゃうかった。これどうするの。どこに何がなんかある。なんかあっこに書いてあるのは違う。なんかないかな。なんどこがある。あと結構見たけどな。なんだ。手洗い。あそうだ、トイレの窓から逃げ出せるかも。あトイレ借りてもいいですかね。お金を払ったらね。いや漏れそうで言っておくけど、トイレから逃げようなんて思わないことね。くそ、ね、くそならトイレでしなさい。そういう意味じゃねえ。あかんわ。トイレあかん。なんかない。んネックレス。結構いい服を着てるな。特にあのネックレス。うふふ、いいでしょこれ。とっておきの日につけるの。とっておきの日？まああなたには関係ないわ。せいぜい気持ち悪い妄想でもして興奮してなさい。誰がするか。だけどとっておきの日だって、それってまさか男関係か。相手は旦那か。もし旦那以外の男ならこいつとの取引材料がつかめるかも。
バラにもすがる思いってやつかもしれないが、これから不倫をするって証拠を探してみるか。なんかある？これは指輪はしていない。右手だから結婚指輪をしてないのは当然だとして、左手の薬指の方はどうだろう。浮気をする前に指輪を外すって行為は考えられる。調べてる。あ、ない。怪しいな。お、あの日焼けの後、結婚指輪を外しているのか。指輪のあったところだけ妙に白い。つまり一時的に外している可能性が高い。やはりこの女、これから不倫をするつもりじゃないのか。不倫の証拠をつかめれば、ぼったくられた金を取り戻すための交渉材料になるかもしれない。調査をやめる。ちょっと、あんたいつまでぼーっと見てるんだよ。さっさと支払いな。悔しいが、ここは一旦従っておくか。え、従っておくしかないのこれ。だがこのままで済むと思うなよ。取られた金は取り返す。俺なりのやり方でな。あいつの言ってた通り、金銭トラブルは民事不介入だ。正方法では運が悪い。だがあの女の不倫現場を抑えられれば、金を取り返す交渉材料になるかもしれない。そうなの。今仕事終わったところよ。大丈夫。じゃあこれから向かうわね。うふふ。あの猫なで声、やはり相手は男か。結婚指輪を外していたし、やはり不倫する気じゃないのか。張り込んでいて正解だったぜ。金は取り戻す。そしてあの女、ギャフンと言わせてやる。よしよし、バレないように後をつけてみよう。ホストクラブかな。さっきあの角にさ、落ちとったやつ拾おうと思ったら拾えへんかったよな。危ねえ。どこ行くんや。バレてるやら。バレてそうやけど、行けたっぽいね。やば、走られた。追いかけっこやんこれ。やべえ。
あ、ここに立てって。オッケー。金髪のホスト、ごめん、待たせたかな。大丈夫。今来たところだから。うふふ、久々に翼の顔見たら、なんだかムラムラしてきちゃった。久しぶりって3日ぶりでしょ。マキはほんと僕のこと好きなんだね。なるほど、ホストと同伴ってか。ぼったくった10万はホストに貢ぐ金か。指輪もちゃんと外してるね、えらい。翼と会う時はいつでも私バージンなの。それじゃあ今夜はマキの初めていただいちゃおうかな。うん、マキの全部あげる。あはは、ホストも仕事とはいえよく付き合ってんな。よし、気づかれないように写真を押さえておくか。言い逃れできないよ、高倍率のやつをな。マキの顔、ホストの顔。え、どこ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 、待て、どこにいた。え、どこにいる。これでよかった。そうか。いやだっぽい。どこにおるかわからんかった。よう。よう、奥さん。もう年なのでおさ、もう年なのにお盛んだね。え？あ、あんたはここで何やってんのよ。どうだ？よく撮れてんだろ？顔もくっきり映ってる。え？え？ホスト通いをやめたって旦那に言ってたよな。旦那がこれ見たらどう思うだろうな。うるさいわね。よ、よこしなさい。おっと？あ？おい、なんだよてめえ。あんた熟女好きなのか？それとも仕事だと割り切ってんのか？何よ。決まったでしょ、翼は私に夢中なの。おお、もちろんだよマキ、愛してるさ。だったらこいつをやっつけてよ。喧嘩は強いって言ってたでしょ。え、マジで。まあいいえ、10万出すから。よっしゃ、乗った。結局金か。ほらほらほら、かかってこいやチンピラ。だが顔は殴るんじゃねえぞ。仕方ねえな。どのぐらい強いんやろ。全然強くないわ。全然強くなかった。行って顔殴るんじゃねえよ。つ、翼大丈夫？ああ。さて奥さん、どうするかねこれ。ごめんなさい。5万出すわ。だから消してちょうだい。10万だ。ちょっと、10万？写真1枚に10万はおかしいでしょ。人件費って知らない？写真はリーズナブルでも俺の手間賃が高くつくんだ。うっ、あ、足元見てるわね。それにさっきぼったくった金があるだろ。あれ返してくれりゃいい。わかったわ、お金は返すから夫にはこのこと言わないで。おお、あった、返してもらいました。どうも。いや兄ちゃん、涙そうな顔してるね。あ、ん？げ、ん？ん？マキ、お前その野郎と何してんだ。おめえまさかまたホスト通いしてんじゃねえだろうな。いやそのどうなってんだてめえ。許して。まあ金は取り戻したものの、俺としたことが油断したな。まったく何年住んでも油断ならねえ町だね、小諸町ってところは。